停留場前景一上京停留場は、高知県高知市大津にある土佐電交通5面線の路面電車停留場。隣の清和学園前停留場との間の距離は63メートルしかなく、これは日本一短い隣接駅間距離である。一上京停留場は1911年、土佐電交通の前身である土佐電気鉄道によって、 大津停留場から御免中町通り停留場までの区間が開通したのに合わせて開業した。1942年には一度休止されるが、10年後に復活している。その後1985年には当地に、清和女子中学校、高等学校が、高知市本宮山から移転、清和学園前停留場が新設された。この時、当停留場については、 地域住民の要望もあり尊敬されたため、結果として二つの停留場が非常に近接して、並び立つことになった。ホームは二面あり、東西方向に伸びる二本の線路を挟んで、向かい合わせになっている。線路の北側に、五面町方面行き、南に、針間や橋方面行きのホームがある。五面町寄りに渡り線があり、折り返しが可能。二千十七年現在定期ダイヤでは、 東低流場で折り返す電車は設定されておらず、臨時ダイヤでの設定がある。その際は、一状京と書かれた方向板を掲示する。隣の清和学園前停流場との間には、幅が狭いものの川が流れており、湖面線は、軌道専用の名三川橋梁にて渡る。63メートルしか離れていない、清和学園前停流場の姿は、東低流場からでも、目視で、 はっきり確認することができる。停留場名の一条橋は、並走する国道195号に架かる橋。当地に築かれていた大津城城主の土佐一条市に縁があり、橋の欄干には一条市の家紋が入れられている。かつては、名美川橋梁と一条橋が同じ高さで並立していたため、自動車が軌道にご侵入する事故もあったが、 船入川の河川改修により橋は架け替えられている。北には四国旅客鉄道土産線の土佐大津駅がある。ABCDEF 土佐電鉄が走る町ポンジャク88ページ。路面電車は行く高知高知新聞社。1998年。83ページ。ISBN4 から875032684。ABC 乗り物ニュース編集部。 隣の駅まで徒歩1分以内近すぎる二駅、なぜ存在乗り物ニュース。メディアバーグ。2017年6月3日閲覧。伊藤博康。日本の鉄道ナンバーワンオンリーワン。日本一の鉄道を訪ねる旅草原車。2014年。204ページ。ISBN 978から4から422240695。ABCDE。 土佐電鉄が走る町根弱100.156から158ページ、ABCD 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、61ページ、ISBN 978から4から10から79万29から6、上野広と、土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、 設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABCD 川島慶造。四国、九州ライン全線、全駅、全配線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、35.91ページ。<す> ISBN 978から4から06から295,161から6。ありがとうございます。